KTK 株式会社社長の青山秀夫でございます。本日はご対応中のところ、当社の会社説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日はこちらの流れでご説明をさせていただきます。まず、当社の概要でございますが、当社は KTK 株式会社と申します。設立は1971年で、昨年50周年を迎えることができました。名古屋の東区に本社を置きまして、グループ会社といたしましては、星雲クラウン、SBM ソリューション、北仏チューブ、S&S、そしてイコリスの5社と合わせまして、グループ経営をしております。従業員数は約300名の会社でございます。また、決算は珍しいかもしれませんが、8月になっております。どうぞよろしくお願いいたします。当社の遠隔についてお話をさせていただきます。今申し上げましたように、1971年に加藤特殊経師という名前で創業いたしました。私どもにとりまして、大変大きな出来事といたしまして、1992年にトナーのリサイクルを開始をいたしました。ちょうどこの頃は、Windows が出始めた頃でございます。Windows 95と言われますように、ちょうどその頃から会社に一人一台パソコンが設置されまして、また、Excel とか Word、PowerPoint 等を用いまして、大量に会社で資料等がプリントアウトされる時代になりました。また、この頃から、プリントアウトのカラー化が進みました。そんな状況下で、私どもはリサイクルのトナーを開発をいたしまして、それ以降、おかげさまで急速に成長いたしまして、2006年に東京証券取引所のジャスダック市場、現在のスタンダード市場に上場をすることができました。その後、2012年からグループ経営を始めまして、星雲クラウン、あるいは北仏チューブ、SBM ソリューション、S&S 等をグループを組みまして、満50周年を迎えておるのが当社の遠隔でございます。次に、拠点についてご説明をさせていただきます。この日本地図にプロットしてありますように、名古屋が本社でございますので、岡崎ですとか岐阜、三重、そして静岡浜松にも拠点がありまして、関東地区にも東京、横浜、埼玉、千葉を含めまして、北海道から九州まで全国の20カ所の営業拠点を持っております。また、駒ヶ根に工場、そして春日井にも工場がありまして、物流センターは愛知県の小牧市に構えております。事業内容でございますが、まず最初に自社で生産をしておりますリサイクル製品です。これは KTK ブランドとして皆様にお届けをしております。このリサイクル製品の中には、トナー、インク、そしてリボンがございます。また、 IT ソリューション関連ですが、これは OA 機器を従来やっておりまして、ここから今後次のビジネスを考えていきたいというふうに考えております。右下にあります文具事務用品でございますが、オフィス家具も含めまして、ほとんどのオフィスで必要なものは全てが供給可能であるというような形で展開をしておりまして、ウェブ発注システム、これらをいち早く企業向けに B2B としてご注文いただくような受発注システムをハッスルネットという形で整えてまいりました。また、今、B2C 向けの個人向けのサイトも展開をしているところでございます。グループにつきまして、改めてご説明をさせていただきます。星雲クラウンは創業が明治8年でございまして、本年で創業147年を迎える会社になります。この地域を中心に商売を展開しておりまして、幅広くのお客様があると同時に、星雲クラウンがグループ全体の調達を担っておりまして、幅広い商品の仕入れを展開をしながら、グループで相乗効果を上げているところでございます。
北仏中部には、約3万3000アイテムの、常備在庫を持っておりますが、こちらのセンターで、メーカーさん、そして私ども、あるいはお得意先を一括管理をしたトータル物流を展開をしております。SBM ソリューションと S&S は、もともとは複合機の販売をしておりました。コピー機でございます。ただ、オフィスの中におきまして、今後ですね、ネットワークとかセキュリティ、あるいは様々な IT 関連をする上で、10年もほど前から機器の販売のみならず、ソリューション関連に力を入れている会社でございます。そして、今年の4月にグループに入りましたイコリスでございますが、これまでの星雲クラウン、SBM ソリューション、S&S は全て B2B の会社であり、これまで対面販売、フェース2フェースを強みにしてまいりました。一方、ネット社会が進展する中で、私どもはネット環境における知見がグループにないということを弱点と思っておりました。このイコリスと組むことによりまして、デジタルマーケティング、あるいは EC サイトの支援、またネットビジネスにおけるアルゴリズム等を解析をしながら、今後はネットのみならず、リアルとネットの融合におきまして、我々のビジネスを展開をしてまいるということを考えております。グループの事業価値でございますが、サステナビリティの基本方針を制定をいたしました。事業活動と経営戦略の中心に SDGs の理念を据え、持続可能な社会の実現に貢献してまいりますと定めております。私どもは SDGs あるいはサステナビリティという中で、この50年来、もったいないという精神の中でリサイクルをしてまいりましたが、その事業活動そのものがサステナビリティに資する活動をしておるということは自負をしております。これをですね、今後はきちんと方針を定め、また、関係各位、いろんなステークホルダーの方にも、この価値を訴求しながらビジネスを展開をしてまいります。そして、リユース・リサイクルの環境貢献ではなく、だけではなく、中小企業の DX、あるいは人材育成、また経営基盤の強化も含めて取り組んでまいりたいというふうに考えております。グループのビジョンといたしまして、チェンジ・ザ・オフィス未来と定めました。これはですね、お客様のオフィスがどんどん変わってきます。そのオフィスの未来を変えていくことに携わる。そしてお客様のオフィスの未来を変えながら、お客様の未来に貢献をし、その中で私どもも変わっていくということを考えております。もともと先ほどご紹介をいたしました、星雲クラウンというのは、文具、事務用品をやっておりました。言ってみれば文具の会社であります。あるいは KTK もトナーの会社であります。あるいは SBM、S&S はコピーの会社ということで、業界というものがあり、10年前まではそのような中で展開をしておりました。しかし、グループが形成をされ、そしてお客様のオフィスの未来を変えていくということのビジョンのもとに展開をしていく中で、このチェンジ・ザ・オフィス未来、というグループビジョンを定め、これからグループシナジーを出して成長を遂げていきたいというふうに考えております。今、繰り返しの説明になりますが、この中で一番私どもが過去50年間、あるいはクラウンも含めまして、150年近くの財産といいますのは、全国に1万5000社のお客様があります。私ども今までは、トナーにしろ、文具にしろ、消耗品という扱いもありますので、非常にリピート性が高い商品でお客様とのつながりがあります。これが当社の顧客基盤であり、第三だというふうに思っております。このことを、さらに今後はそのサステナブルな商品ですとか、今、申し上げましたオフィスの未来を変えていくという観点、あるいはそこにデジタルマーケティングを含めて、お客様に様々なソリューション展開をしてまいろうというふうに考えております。これは事業内容を表したイラストでございますけれども、一
般的なオフィスではあるんですが、当社グループにおきましては、このオフィスの床、もちろんカーペットではなんかだけではなくて、防衛フロアでありますとか、例えば壁、クロスの張り替え、LED の電気、もちろん机、椅子等は当然でございますが、パーテーションですとか、会議室があります。従来はホワイトボードを、導入をしていただき販売をしておりました。しかし、今このホワイトボードが電子化によって、液晶パネルに変わり、それがオンラインに使われて、その会議室の中には Wi-Fi 環境が設定されており、オンライン会議に必要な機器を含めて、機器を販売するのみならず、その環境自体を提案していくことで、お客様のオンライン環境も整えることに貢献をしております。また、昨今ですと、このオフィスの中で、コロナ感染を防ぐために、感染症対策商品、例えば、消毒液もそうですし、様々な、例えば、オゾンですとか、次亜塩素酸を使った消毒、あるいは、パネル等もあり、そのようなオフィス全体におけるものは、すべて私どもが、お取り扱いができる、複合的に提案することができるというのが、当社の事業内容でございます。現在の、グループの、売上、事業内容等につきましての図でございますが、サプライ事業に関しましては、約 84% となっており、IT ソリューション事業に関しては 16% という構成比率になっております。サプライ事業におきましては、もちろん消耗品もそうなんですが、最近はオフィス家具の引き合いですとか、レイアウトをいろんなご提案をいただくような場面も増えてまいりました。特徴的なことを一つ申し上げますと、フリーアドレス等のオフィスは別に最近ではなく当たり前ではあるわけなんですが、ハイブリッド型と申しますか、個室ブースがあったり、オンラインブースがあったり、あるいは、最新鋭のオフィスではなくても、取引先とオンライン会議をするための一部屋だけ適したミーティングルームを作りたいだとか、そのようなお話をいただくことも増えてまいりました。そのようなことを踏まえましてですね、時代に合わせた、サプライの展開をしてまいることを考えております。IT ソリューションの事業に関しましては、従来はコピーを販売しておりましたので、営業といたしましては、コピー機の販売をゴールと捉えて活動しておりました。しかし、この10年ほどなんですが、コピー機を起点にしてお客様の奥に入るということを展開をしております。実際には、コピー機にはパソコンがつながれ、そして、そのパソコンをつなぐためのネットワーク。従来は LAN でした。無線等もあるわけなんですが、そのような工事ですとか、それに対策するセキュリティ、あるいはそのメールを使ってない会社は今ないわけなんですけども、メールに関する暗号化といいますか、セキュリティ等につきましても展開をしております。このようなことのビジネスではあるんですが、私どもは、ここを伸びしろと考えております。と申しますのは、大手企業さんは、例えば情報システム部門があり、専門の会社、部署の中で会社がマネージメントされていると思います。しかし、中堅ですとか中小企業、小規模事業者のにおきますと、少しパソコンが詳しい方が今までは、会社のネットワークをやっていたと。ウイルスソフトは入ってますと言われる会社は多いんですが、現実にはその会社独自で情報システム部門を持つことができない。もしくはそうあったといたしましても、なかなか IT 人材というのを採用するということは至難の業だというふうに思っております。私どもはそのような情報システム部門がないような会社様にとっては頼りになる存在となりたいと思っています。現実には、今回コロナが発生をいたしまして、その環境が大きく変わったと思っております。数年前ですと、そのお客様にいろいろとご提案をしても、
どちらかというと、うちの規模ではあまり必要ないようだとか、そんなに重要な情報はないんだよみたいなことをおっしゃるお客様もありましたけども、コロナになりまして、オンラインがもうすべて普及をし、いろんなリモートも始まった中で、いろんなサイバーの攻撃とか、新聞市場が出る中で、やはり今のままではいけないとか、なんとかしなきゃいけないと、そんなようなお考えを持つ中小企業、小規模事業者も大変多くいらっしゃいます。そちらの皆様も、従来でありますと、リサイクルトナーですとか、文具の取引があるわけなんで、そこのところをうまく私どもができる、サービス内容ですとか、ソリューション提案をご説明をしながら、それぞれそのお客様に貢献をしてまいりたいというふうに考えておりまして、こちらが IT ソリューション事業で今後私どもが伸ばしたいというふうに考えている分野でございます。これは数字なんですけれども、まず4つグラフがある中で、売上でございますが、ここのところずっと売上自体は横ばいとなっております。ただ、利益に関しましては、いろいろと体質改善をしたり、新しい事業を始める中で、利益体質になってまいりました。この間におきますと、特に工場の改革、改善には注力をいたしまして、工場における生産性の向上ですとか、あるいはオペレーション見直しによりまして、利益の改善を図ってまいりました。ROE に関しましては、利益とともに今、右肩上がりになっており、今後、株主の皆様にもきちんと還元できるような財務体質を作っていきたいというふうに考えております。次に、成長戦略、サステナビリティの取り組みでございます。これは、今までご説明したことを、概念的な図にしたものでございます。ベースとなります、文具事務用品、防衛機器、オフィス家具は、若干微増と言いながら、横ばいという形で考えております。これが、基盤事業であり、これは売上だけを言うのではなく、このベースとなる売上、お取引があるからこそ、上の方への発展があるというふうに考えております。その上で、リサイクルトナーほか、関係商品、環境関連の商品がありまして、そこに IT ソリューション、DX 関連を今後伸ばし、さらにはデジタルマーケティング、EC の分野で売上の上積みを図るというのが成長事業ではございますが、これは世間でいうクロスセル、商品同士のクロスセルというよりかは、私ども社内ではビジネスの立体化というふうに考えております。お客様によって全て提案できるわけではないかもしれませんが、このようなベースとなる取引と成長事業の中で、お客様の今までは1階建てだけの部分にお取引があったところを2階建て、3階建て、あるいは奥へ行くようなことを考えて、グループビジョンを定めて、このような形でも社内では説明をしております。これは今申し上げたことを別のグラフにしたものなんですが、サプライ事業がありまして、この1というところが、基盤事業なんですが、これは、収益は今稼いでくれています。ですが、成長性が少ないために、収益性はあっても、成長性に欠ける中で横へ展開をしていくと。そして、そこで得たキャッシュ等を成長事業である2の IT ソリューションの方へ投入をし、現在の KTK グループを右上の方へ力強く成長する、チェンジ・ザ・オフィス未来を実現するグループへ伸ばしていきたいというふうに考えた図でございます。中期経営計画につきまして、数字を申し上げますと、2021年8月期、売上高は172億でございました。これを2024年には190億まで伸ばす計画を立てております。営業利益は4億4千万から5億2千万、経常利益は4億7千万から6億
という形に考えております。また、このリサイクルトナーではあるんですが、ここは今、ユーザー様にとって非常にその関心を高く持っていただいておるんですが、トナーというのはご存知のように、黒い筒のようなものにトナー粉が入っておって、それをプリンターに装着するわけなんですが、いわゆる使い捨てといいますか、ですとこのトナーの粉が入っている黒いプラスチックのケースを、単純に言えば毎回、捨ててしまうというか廃棄してもらうこと、廃棄をすることになります。私どもは、このトナーの黒いプラスチックの筐体を複数回再利用いたしますので、その分で、まず脱プラスチック、原プラと申しますか、1本あたりのプラスチックの削減量が 0.4kg というふうに試算をしておりますが、これはわずかかもしれませんが、本数を換算しますと、相当数のプラスチックの削減となり、また同時にですね、CO2 の削減も可能となっております。で、これによりまして、1本あたりではわずかかもしれませんが、継続的にご利用いただくトナーにつきまして、このある程度数値化できる原プラ、あるいは CO2 削減というのは、私どもというよりかは、ご利用になる企業様にとって一定の見える数値となっております。今、多くの企業様は、SDGs に、の取り組みのために、例えば、再生エネルギーを使うだとか、会社様は独自でいろんなプランを立ててらっしゃると思います。私どもは身近にできることではあるんですが、このような内容をきちんとお伝えをしながら、現在では、購買課のご担当の方だけではなくて、企業のサステナブル委員会ですとか、SDGs 推進室の方にもご提案をしているところでございます。これは、IT ソリューションのことになるわけなんですけども、例えば、会社、あるいは店舗等を丸ごと Wi-Fi 化したいですとか、あるいはテレワーク環境を整備したい、あるいはメールのセキュリティが心配だと。このような、ことは、何らかのことで、万全ではある企業は少ないと思いますので、企業様にとりましては、この中のいくつかの課題が現実に、認識をされており、私どもの方もそれに対応するような取り組みをしております。次に、この IT ソリューションの中でも、デジタルマーケティング、の分野でございますが、一つにはドメインの力ということを今まで活用しておりませんでした。ネット上におけるそのドメインというのは、非常にその価値が、あり、もちろんその集客力があるドメインですとか、あるいは様々な今測定可能ではあるんですけども、このドメイン自体を活用しながら集客をしていただく、する。あるいは、そのことをノウハウをつけて、お客様のビジネスを紹介するようなことも展開を考えております。例えば、当社 KTK のホームページでございますけれども、従来は当社のことを知っていただいている皆様が、改めて見るためにホームページを見ていただくことはあったと思います。ただ、全く知らないところで何らかの検索結果から、検索エンジンが営業してくれて、当社にたどり着くというようなロジックは、今までうちは持ってませんでした。ただそのようなことも、豊富なコンテンツですとか、様々なサプライ商品を含めて、今後、すぐにできることと、まだこれからのことはありますけれども、このデジタルの、デジタルマーケティングの、いろんなノウハウを持ったメンバーを入れることによって、今後、この分野についても伸ばしていきたいというふうに、考えております。改めてではございますけれども、サステナビリティの基本方針は、事業活動と経営戦略の中心に SDGs の理念を据えて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。ということでございます。で、この駒ヶ根工場についてなんですが、実は、
トナーを工場から出荷をするときに、今 QR コードを全部ついております。で、現実に出荷をする段階で QR コードをスキャンをして、で、それが回収されて戻ってきますから、いつどの企業からこのトナーが回収されたかということがわかります。これは工場内での生産性向上にもつながりますが、企業様に対してもきちんとこのトナーが循環をしているということを証明する内容にもなります。その上で最終的には廃棄物も出てしまいますが、この廃棄物等につきましても、協力認定工場の中で次の工程に持っていく中でゼロエミッションも達成をしておりますので、そのような循環型の工場についての価値も商品とともにお客様に今お知らせをするようにしております。で、今回 SDGs の中には作る責任とともに使う責任があります。で、我々がお客様とお話をしていく中でのお悩みとして、この KTK のトナーがそういう背景があるということは分かったと。実際工場では障害をお持ちの方にも参画をいただき、約100名ほどの方が工場にも生産に携わっていただいております。また再生エネルギーを使って太陽光パネルも設置をしておるんですが、それを幅広くそのご利用いただく会社の方に知っていただくために今シールを用意いたしました。で、見にくいかもしれませんが、プリンターにシールが貼ってあります。お客様先のシールなんですが、当社はっていうのはその企業様なんですが、当社は循環型社会の形成に賛同し、本プリンターにリサイクルトナーをセットしています。企業の姿勢としてそこに働く皆さんに対して、その会社様がこのようなリサイクルトナーを使って SDGs に貢献しているんだということを認識してもらうためのシールを展開をしながら、企業様にも展開をしているところでございます。今申し上げた通り、工場にはもともと、これは古くからなんですが、100名ほどの障害をお持ちの方にも携わっていただいたり、太陽光パネルを設置したりしながらやってまいりますとともにですね、この ESG の中でも、ソーシャルに関しましては、私ども、愛知女性輝きカンパニーですとか、名古屋市のワークライフバランス、認定推進企業という形でも認定を受けておりまして、そのように、女性にとっても働きやすい企業、あるいは現在産休明けの、女性の方の復職率は 100% になっておりますが、できる限り、皆さんに働いていただけるような環境を整えながら取り組んでいるところでございます。経営実績見通しにつきましてお話をさせていただきます。今期は開示の通りでございますが、売上高に関しましては173億1000万円、営業利益3億9000万円、経常利益4億9000万円となっていまして、営業利益に関しましては新しい会計基準である収益認識に関する会計基準の適用をしておりますので、前年とは単純に比較ができませんので、前期比に関しましては、横線といいますか、数字の方は、ここには、記載をしておりません。で、第三四半期までの数字でございますが、売上高は128億5200万円、営業利益3億2400万円、経常利益3億9400万円ということで、第三四半期終わった段階で、おおむね、8割、ぐらいの数字で進捗しておりますのが、現在の状況でございます。私どもの事業環境のリスクと、機会、チャンスにつきましてお話をいたしますが、リスクはペーパーレスです。これは今後、紙が増えることはありませんので、これに対処していくことが重要だというふうに考えております。ただ、業種によっては、エッセンシャルワーカーがいらっしゃる、医療関係、物流関係は、コロナ禍でもトナーの使用量が増えました。もちろん、東京都の大都市、オフィスに出社されないようなところは減っています。ここを見極めて展開していくことが重要だと思っております。
まあ、中小企業の DX は今申し上げた通りでございますが、CO2 のことについてもそうですし、まあ、この、まあ、事業承継といいますのは、いろんな意味で、我々のオフィスに関連する業界等におきましても、様々な変革が起こっており、これは今後チャンスというふうに考えております。原材料の高騰と半導体不足につきましては、影響を受けており、これは、この状況を見ながら、適切に対処していきたいというふうに思っております。コロナウイルスに関しましては、リスクでもあるんですが、環境衛生ビジネスということで、先ほど申し上げましたパーテーションですとか、除菌消毒関連等も含めて、販売ができており、これは両面があるというふうに考えております。株式の情報でございますが、当社は2225名の株主の皆様に支えていただいております。現在、その大多数大半が個人株主の皆様であり、今日このような機会をいただくことも大変ありがたく思っております。一株当たりの配当につきましては、14円ということで、このグラフにありますように、2018年の頃は10円配当でございました。これが昨年14円とさせていただき、今も今期も10円の予想をしております。配当成功に関しましては、今後 30% をめどに業績の向上に努め、株主の皆様に安定的な配当をできるように努めてまいり所存でございます。最後にですね、この IR 情報でございますが、ホームページ、あるいは公式アカウントとして Twitter も開設をいたしました。まだまだ情報の発信は足りてないというふうに考えておりますが、今後幅広く皆様に情報を発信しながら会社のことを知っていただくように努めてまいる所存でございます。以上が当社の説明とさせていただきます。ありがとうございました。